今季リーグ戦が開幕し、2連覇を狙う明治大、明大は2部から昇格してきた東海大と1対1で引き分けた。明大は U から22日本代表の欧州遠征帰りの FW 佐藤圭誠、ケーン、4年イコール実践学園を先発起用。個々の能力の高さを活かし、前半から東海大陣内に押し込んだ、左サイドの MF 中村壮太、3年イコール前橋育英がドリブル突破からクロスを次々と送り、チャンスを演出した。CK は前半だけで7本を数えたが、東海大は GK 佐藤文樹、4年イコール青森山田、DF 長江康介、4年イコール矢板中央を中心に、鉄壁の守りで対応する。ゲームは縦、対決の様相となった。そして前半44分、均衡が破れた。東海大はカウンターから明大陣内に押し込み、ゴール前の混戦から最後は FW 安藤優と、3年イコール前橋育英がこぼれ球を押し込んだ。それでも知力に勝る明大は慌てず、後半6分、CK からの二次攻撃で MF 中村からのパスを、この日が誕生日の FW 太田龍之介、4年イコール岡山優18が頭で押し込み、同点とした。その後も明大がボールを握り、勝ち越し点を狙った。佐藤らが果敢にゴール前に迫るも、東海大 DF 陣は複数選手がしっかりつき、的確なシュートブロックで自由にさせなかった。後半30分にはこぼれ球を拾った佐藤が強烈な右足シュートを放ったが、ゴール上へと外れた。結局、東海大の粘り強い守備が光り、1-1のまま試合終了。開幕戦は勝ち点1を分け合う形となった。来年のパリ五輪出場を目指す佐藤は、欧州から帰国後、チーム練習はわずか1日でフル出場。U22 代表では同年代のドイツ代表、ベルギー代表を相手に2試合で2得点するなど高い決定力を誇ったが、この日は期待されたゴールは奪えなかった。試合後は、今季最初の公式戦だったので強い気持ちでプレーしました。結果的に引き分けでしたが、次につながる引き分けだと思います、と話した。打ったシュートは1本のみ、決定的な場面だったが、力が入りました、と反省した。令和の過去4大会中、3大会は明大が優勝。佐藤は昨年から10番を背負うだけとあって、昨年の自分を超えていく。後輩たちに自分の背中を見せて、結果を残して卒業したい、と強い意気込みを示した。なお今季のリーグ戦は史上初の3部制となり、日程も従来の前期、後期と分かれておらず通年制で実施される。また、チームメンバーは各節の試合2日前に30人を予備登録し、うち20人がベンチ入りする方式となる。これだと多数の体調不良者が出た場合でも、その都度メンバーを組めるので日程への影響は出ない。それに伴い、背番号は流動的となる。